桜の里ターミナルの建物正面は乗客の入り口兼バス折り場となっているバス乗折り場は建屋の屋根の下にある長崎バス桜の里営業所は長崎県長崎市桜の里三丁目382の3にあり長崎市北西部の路線を担当する長崎自動車の営業所である長崎市西北部の主要路線が経由するバスターミナルを構えた営業所で 桜の里の住宅街からは南西に離れた場所に位置する。松ヶ枝営業所の主な路線を移管する形で2002年に新設された。長崎バスの事業所の中では最も規模が大きい。建物は地上5階建てに屋上を設けた立体駐車場構造となっており、ターミナルと窓口を1階に構える。ターミナルには待合室、自販機コーナートイレが設けられ、 長崎市中心部方面と大瀬戸方面の接続待ち、始発待ちの際は乗客がここで休憩できるようになっている。1階と2階の営業所の建屋以外の場所、及び3階から上と屋上はバスの車庫となっている。桜の里ターミナルからは都議津方面を経由して長崎市中心部に向かう路線も発着しており、都議津営業所によって運行されている。 滑石式未線専用車両1994年8月1日より運行開始。フルフラットの中型ワンステップバスで運行されている。長崎市コミュニティバスの路線として運行されており、車両も基本的に長崎市のコミュニティバス専用車両が用いられる。時刻表の上では長崎バスの路線となり、車両も長崎バスが管理を行うが、 長崎バスの割引券などは併用できない形で運行される。大型バスの通行が不可能な山間の非常に狭く曲がりくねった道路を通る路線で、敷見地区と滑石地区を隔てる八幡岳と岩屋山の間にある山越えルートを使ってショートカットを行っており、通常の大型バス路線で岩屋山を迂回して乗り継ぎ50分程度かかるところを30分程度で結べるようになっている。 また、活石地区の山岳地帯やその田町、牧野町、向かい町の一部など、他の路線が乗り入れない区間への公共交通提供という役目も果たす。花坂が丘高原ホテル入り口までの区間は自由、上校区間となっているが、道路条件が過酷な中小場高原ホテルの間は自由上校区間から除外される。当初は活石側から高原ホテルにアクセスしていたが、 2006年4月1日からは、経路を変更し、敷見側からアクセスするようになった。この経路変更に伴い、それまで他の路線が一切乗り入れていなかった、山岳部の牧野町を通るようになり、いくつかの停留所も新設された。アグリの丘高原ホテル前の停留所はかつて、き見ハイツの名称であったが、施設名称の変更に伴い停留所の名前も変更された。 四季見トンネル経由番号は、白坂江町経由省高原方面域が3番、春木町経由省高原方面域はなし、長崎新地ターミナル用は、すべて20番である。は一部の便のみ始発、終点として使用する。桜の里木便は平日、土曜日のみ運行される。白坂江町経由春木町経由1954年に、 旧式見村線として開通した古い路線の一つである。長崎西岸の式見地区は周囲を山に囲まれた漁村であり、山を越えた先の手熊地区やその先の昭高原地区なども周囲を山に囲まれているため、それまで長崎市との交通を船に頼っていた。バス路線は山間の道を通って式見地区と長崎市中心部を陸路で結ぶようにしたものである。3月に 福田経由が開通し、4月より昭光源方面からの乗り入れも開始された。当初は四季見までの運行だったが、1963年9月2日に、愛川、1975年2月1日に、大岬まで路線が延長されている。中心部からにある昭光源地区は1975年2月1日より、昭光源団地内線と、1984年4月9日より、 上山大団地経由の運行が開始され、1989年4月17日のダイヤ改正より、春木町経由と古高原ニュータウンまでの延伸が行われた。ここ多く森町の近くにあった柳川橋踏切が廃止された2020年4月より、春木町線の一部がハートセンター前経由に変更された。小高原ニュータウン業は、市役所第二団地経由、大葉と、 春木町経由、大鳩、第二団地、城山台経由が1時間1本ずつ運行され、阿蘇の一部と夕方以降の第二団地経由便は、市役所経由でなく大鳩経由で運行される。相川方面行きは、白坂井町、第二団地経由、春木町経由、城坂井町経由省、江原直行が1時間1本ずつとなっている。相川方面行きの多くは、相川まりで、 一部が、大岬発着、祝日の一往復のみ、書き止まり発着となっている。白坂江町経由の便は、市民プールバス停から300メートルほど離れた場所に、松山町の平和公園バス停や、平和公園停留場があるため、ここから北部方面や路面電車へ乗り換えることができる。城山台経由の便は、上り下りに関係なく、城山台団地内を右回りで通過する。 春木町経由は、山間の振動4月15日開通。一部の便は、ハートセンター前と、未来長崎ここを奥前を通るルートで、白坂江町経由よりも所要時間が短い反面、北部方面や路面電車への乗り換えには適さない。大鳩経由長崎新地ターミナル行きは、出島表門橋経由として運行される。手グマから四季見にかけては狭く曲がりくねった旧道沿いの団地を、 大型車両で経由する境外路線である。その中でも、敷見トンネルは高さ制限3.2メートル、福音2.5メートルという車両規制があり、大型バス1台がかろうじて基準をクリアできる程度の狭さとなっている。手熊以降は、福田経由の相川線と合流しており、合わせて1時間に3往復程度のバスが、手熊地区と敷見、相川地区を結ぶ。この路線は、 かき止まりの長崎市運動公園へのアクセス路線でもある。また、1日に数本のみ大岬から、さらに延長し、相川地区からうねがり地区の間を結ぶ桜の里ターミナル発着便が設定されている。桜の里行きの行き先表示は、四季見桜の里ターミナルとなり、滑石経由や都議図経由とは区別される。経由番号は、滑石、航風台。 豊タ大方面域が一番、中央協業は二十番である、は一部の瓶の未始発、終点として使用する、長崎市中心部と北部のベッドタウンである、活石地区、その先の高風台や豊タ大、桜の里などの団地を結ぶ、一部の瓶は、レジャー施設、アグリの丘がある、長崎市憩いの里を終点としている、団地造成や、 小中学校の建設が活発となった1969年12月1日より、活石団地内での運行を開始、1985年より甲府大団地へ延長、2003年4月7日に、豊海用大団地線が運行を開始した。現在は、上戸駅と桜の里ターミナル駅、豊海用大団地域をメインに運行される。桜の里ターミナル駅は、 長崎新地ターミナル発着の路線と異なり、長崎漁港の魚市場周辺を経由する便は存在せず、板の裏行きへ接続するための便も設定されていない。滑石線はかつて森町営業所の管轄する路線であったが、桜の里営業所開設時に移管された。日中は10から15分間隔で運行される。桜の里団地経由の桜の里ターミナル行きは、 東海バス停を過ぎてから桜の里ターミナルへ至るまでの経路が、漁港通り経由や京白経由と大きく異なっており、桜の里団地の行き先表示で区別されている。中央京発着便は、始発と市役所経由の終点の停留所が同じとなっており、バスは市役所経由中央橋行きが、新和銀行経由、滑石方面行きが、万歳町経由として運行される。 寺川内では、長崎バス観光の本社及び車庫が同居した車庫で、乗務員や車両が待機する。また一部の便ではあるが、と、休日を中心に、大鳩経由の便も設定されている。2015年4月より、長崎県交通局も、活石団地と中央橋を結ぶ路線を開設しており、競合している。上、横行線運行中の車両経由番号は、上横尾港が一番。 中央協業は20番である、長崎市中心部と北部のベッドタウンである、横尾地区などの団地を結ぶ路線、一個あたりの住宅用地拡大や集会所建設が行われた1980年に横尾団地線の運行が開始され、1984年に横尾団地を経由して上横尾へ行く、現在の形となった。中央協では、始発と、 市役所経由の終点の停留所が同じとなっており、バスは市役所経由中央大橋行きが新和銀行経由、上横行行きが万歳町経由として運行される。平日の日中は20分に1本の間隔で運行される。早朝や深夜など、ごくわずかの便が大波とを経由する。かつては森町営業所の管轄であったが、2006年に森町営業所を廃止した際に、 桜の里営業所へ移管された。経由番号は、うねがり方面域が1番、長崎新地ターミナル要は20番である。は一部の便の未始発、終点として使用する。長崎市の中心部と北西部の三重地区を決線であり、ほとんどの便が桜の里ターミナル遺園まで運行されている。ほとんどのバスが、道階を通っていて、そこで、近海方面や四季見方面の乗り換えも可能である。 漁港通り経由便の一部は、桜の里ターミナルで大瀬と、板の裏行きとの乗り継ぎができるの行き先表示、長崎橋早々期の1941年頃より30を経由し、板の裏へ行く路線として開通。当初は再開経由をメインとしていたが、1969年2月10日より、振動開通に伴い滑石経由の所要時間が短くなったため、 滑石経由が増便され、板の裏方面へ行くための便はすべて滑石経由となっている。1957年7月1日より、柏山行き運行開始。桜の里団地内には、ターミナル開設の前年である2001年より、乗り入れを開始している。桜の里団地経由は、道会を過ぎてから桜の里ターミナルへ至るまでの、経路が軽白経由や漁港通り経由と大きく、 異なっており、桜の里ターミナル行きは、桜の里団地、柏山行きは、桜の里団地経由、柏山の行き先表示を掲示して、他の路線と区別している。滑石、マリンヒル 3K 経由、石原行きは、全便の行き先表示が、見えとなっており、当日、再開経由の石原行きと区別される。バイパス経由を除きすべてが、大鳩経由で、 活石団地を経由する便も存在しない。新地方面行きの朝の一便のみ、せがり、活石も、再開、都議も通らず、臨港道路せがり都議線を、ショートカットとして経由し、都議町南部の元村里で、再開、都議経由便と交流する、伊出経由便が平日と土曜日に設定されている。大鳩経由長崎新地ターミナル行きは、出島表門橋経由として運行される。 ありがとうございます。